ますかね。ゆみちゃん、今日は西武遊園地に来ました。はい、すごーい、ありがとうございます。はい、終わりました。終わりましたよ。どうだった。いやすごかったね。いやびっくりしちゃった本当に。スタートしました。すごい綺麗。すごい気持ちいい。ちょっと意味じゃん、これ。しばらくお待ちください。少し長さがあるので、ゆっくりで大丈夫です。ゆっくりで大丈夫ですもん。最悪した。そこに座ってる。ちょっと後ろした、危ない。運転をさせていただきました。どう？ちょっと遠いか。そこの椅子に、あ、そこ。ちょっと待ってよ。頑張る。チェリンチェリン、これ運転を停止させていただいております。やった、初めて乗れた。よかったね。やった乗れたね。乗れたね。すごい。観覧車ストップしたけどね。え、優しいね。実はね、高所恐怖症だから。さっきのゴジラとはどっちが怖いの？こっち。あ、こっち。え、この様子がこの手に現れてます。で、そしてここもさ、がっつり、がっつり。でも一緒に乗れたね。乗れたね、本当に。世界が見えてきた。パパが頑張ってくれたから、ママも今日頑張ってます。メリーゴーランド。ありがとう。あ、メリーゴーランドよかった。メリーゴーランドね。車椅子乗って。初めて。よかったね。でもね、ゴンドラ乗ったことあるの？ゴンドラってなんだっけ？乗ったりするのあるじゃない。え、それは車、ね、箱みたいなやつ。車椅子ごと。ダンさんほとんどなかった。そう。怖かった。あ、怖くなかった。みんなさ、窓の高さが高かったから、見えなかった外は。見えないから全然怖くない。そうそう。いや、さっきのめっちゃ良かった。やった。粘ってよかったね。ちょっとでも焦っちゃうね。乗るときね。みんな待ってくれたりとかするから。わかる。ね。なんとか行ったけど。帰りがちょっと帰りどうやって行こうかなみたいな。まあ最悪ここに一回お尻こついてまた乗るっていう形で、それでも汚れちゃうけどね。そうそう、それでも行ける。うん、ここでも広いからね。あとこれ入り口の椅子のとこ近かったから。ああ。行けたよね。イエーイ。みんなで行きました。ママも足を上げてくれましたね。これは荷物担当。荷物担当で。ね、でも綺麗だよ後ろ。背中綺麗。なんとか乗りましたね。はい、観覧車結構怖かった。いや、車椅子でね、本当乗ってから初めて乗り降りがね、ちょっとやっぱり大変だったけどね。大変だったけども、なんとか乗って、まあ、観覧車に止めてもらってね、そう乗り降りさせてもらって、いや、よかった、ありがたいなと思いました。ありがたい。2回目行きました。なんと子供はですね、3回目に行ったんですが、私たち、ちょっと気分がね、あんまり良くないのですごい激しいもんね。でもね、すごいことは間違いないけども、はい、子供が酔わないように祈っています。もう夜になりました。行きましょうか。綺麗だね、夜ね。なんかね、何がクロケットって何？はい。楽しみね。いらっしゃい。はい。いらっしゃい。休みよ。はい。
かりました。近くで待ってます。なんかすごい光になった。結構すごい、なんかすごいリアル、リアル、うわぁはい、あ、ちっちゃいのにした。もう一個大きいのは手伝ってあげたら。ちっちゃい、結構すごいリアルね。もう一丁大きいの手伝ってあげたら。お願いします。なんかすごい取ったの。大人です。じゃあ西武遊園地たくさん楽しみましたね。そうだね、うん、どうだった。観覧車とか乗れたし、みんなでやっぱ乗れるとね、うん、すごい良かったなと思う。もっともリハビリ頑張ろうかなと思いました。はい、なんかね一緒にね、うん、楽しんで、やっぱり今日子供も一緒だったんだけど、そうね、うん、親子で楽しむのも、うん、夫婦で楽しむのも、うん、ね、2回もゴジラ乗ったしね。そうだったね。すごかった。体力はやっぱり子供4回乗ってたので、ね、すごいよね。私たちは2回でうーってなったけどね、うん、楽しかった ね、うん、こうやって大人も楽しむっていうのもセルフラブですよね。ね、はい、またいろんなところに遊びに行きたいと思います。行きましょうか。車椅子でゴーゴー。おありがとうございました。さようなら、ゴジラ。